うん。ようやくお風呂上がったんだ。なんで何も着てないの？見せつけてる？はあ。バカなこと言ってないで、服着なさいよ。今日は耳かきの日でしょ？言うこと聞かないと、捨てあげないよ。あ、すぐ来た。ほんとバカなんだから。さて、じゃあ早速。ん？はいはい、わかってる。膝枕ね。ほら、ここにゴロンして。はい、行こう。ん？なでなで？はぁ、調子に乗って。ん？何ニヤニヤしてるの？気持ち悪い。はい。もういいでしょ。耳かき始めるよ。ほら、お姉ちゃんに耳見せて。結構溜まった？そういえば、耳かゆそうにしてたっけ？毎日してほしい？ダメ。毎日してたら、耳垢全然取れなくてつまんない。それに、たくさん耳垢溜めてからの耳かきするの、あんたも気持ちいいでしょ？耳垢をかき出すたびに、だらしなくよだれだらだら垂らして、耳かきが終わった頃にはあんたはぐっすり。おかげで私の膝はべちょべちょになって。罰の悪そうな顔して、どうしたの？ごめんなさい？別に怒ってない。着替える手間はかかるけどね。あんたが私の膝の上で気持ちよさそうに寝てるのも、まあ、そう、悪い気分じゃないから。なんでもない。何その顔。永眠させられたいの？ほら始めるよ。じっとしてて。カリー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 カリ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 。このパリパリ剥がす感じ、これが楽しいのよね。剥がれるたびに体がピクピク反応しちゃうあんたを見るのもね。ほら、この大きいの。
ゾクゾクって震えて、口も開いてきた。こっちのも。ほら、最後にこの一番大きい塊を引き剥がすよ。動かさないでね。あ、ここ。かきかき。かきかき。ペリペリ。ペリペリ。すごい大きさ。うん、かなりえぐいね。写真に撮りたいくらい。さて、今度は綿棒で残った細かい耳垢を取って、耳の中さっぱりきれいにするよ。はい、こっちの耳はおしまい。ん？やっぱりよだれ垂らして、早速膝がベトベトに。ってあんたの顔も。拭いてあげる。できた。反対もするから、顔をこっちに向けて。はい、こっちも全部書き出していくよ。そういえば、あんたもずいぶん大きくなったものね。体ががっちりしてきて、肩幅もしっかりあるし、いつの間にか身長もお姉ちゃんより高くなったし、頭もこんなに重く。一緒に寝る時も、昔はあんたお姉ちゃんのいい抱き枕だったのに、今じゃ逆にこっちが抱き枕だもんね。まあ、バカで甘えん坊なところは変わらないみたいだけど。
そもそも、この歳で兄弟が一緒に寝てるって。しかも、恋人みたいに抱き合って。でもあんた、別々に寝ようとか言ったら、寂しい、一緒に寝たいって泣きついてきそうだし。お姉ちゃんは？寂しくなかったら、泊まりの日弟に寝落ち通話なんかせがんだりしない。こんなものかな。はい、綿棒、行くよ。あんたの成長といえば、最近、一緒に寝てるときに、時々、お姉ちゃんに当たってるみたいなんだよね。硬くなったのが。お姉ちゃんは別に、あんたが私のこと抱きしめて、そういう風になってるのは嫌ってわけじゃなくて、嬉しいっていうか、お姉ちゃんも、あんたのことを意識して寝れないこともあるし、タイミングがあれば、ね、いいかなって思ってる。のに、あんたは一向に手を出してこないし。私から言ってあげた方がいいのかな。でも、直接誘惑するのは恥ずかしいし、今みたいに、あんたが無防備に寝てる隙に、とかね。はい、こっちも綺麗になりました。寝てるかな？ねえ、起きてる？寝てるみたい。起きちゃダメだよ。いい子。今、君の耳をペロペロって舐めたら、反応するかな。耳に息を吹きかけて、耳たぶを甘噛みして、耳の溝に舌をはわせて、こうやって。ゾクッてした。かわいい。どんどんピクピクって お姉ちゃんの舌長いからいろんなとこ
子に舌が届いて。もっと、もっとしてあげる。これ楽しい。すごい、君のパンツもうはち切れそう。もっともっと。まあ、Thank you.